お疲れ様です吉谷さんこの夏の間ねちょっと面白いアンケートを取ってみたんですよそれは70代の方向けのメッセージだったんですけども50代60代の頃に感じていた将来の不安70代になって今どれどうなりましたってことをねちょっと順序立ててゆっくりと聞いていったんですよでそうするとね面白い回答が返ってきましてその回答の多くが50代60代の時に当然来るだろう老後の不安70代以降の不安というのは何も来てなかったと 考えもしなかったようなやつが来ていましたというふうに回答された方がだいたい全体の6割を占めていたんですよ。でそれを何人かの方にね具体的に何ですかって言ったらまあ例の感染症だとそれから注射のこととかね戦争のこととか思いもしないことがこう現れてきたと。大体個人的な不安っていうのが50代60代渦巻くんだけども 個人的な不安なんていうのをね凌駕するぐらい社会的不安の方がでかくのしかかってきてそれが個人の生活を縛って結局そこに今不自由させられてるっていうふうにね言う方がね多かったですねうんだから今私たちが抱えてる不安以上の個人の不安を凌駕するぐらいのでかい社会的な不安が来るのかもしれないですよねだからこれね今この世の中この時代に70代の方に 20年前とかね10年前の不安を聞いてみたからこういうふうに出ましたけどもじゃあ30年後とか50年後とか50年前とか100年前に聞いてみたらまた別の回答があったかもしれないですよね特に今ね90代の方っていうのを声も聞いたことがあるんですけどもその90代の方は自分がね10歳の頃だったかなって戦争が始まったよってで12歳の頃に玉印放送っていうのが流れてきて戦争が終わったことを知ったけども当時 小学校6年生意味がかからなっっったたってて言ってましたねみんなで天皇陛下からラジオを通じて声が聞こえてきたけどもそもそも何を言ってるのかもごもごしてて分かんなかったしなんか昔の表現で難しい表現ばっかりだったんで分かんなかったみんな分かっていないのに泣いていたような気がするみたいなねそんなこと言われてましたねだからポカーンとしたみたいなんですよで。とりあえず戦争が終わったってことがしばらくして分かってああよかったって思ったらしいですね。 自分のの身内ですとか近所の人いろんな方が死んでしまったけどもとりあえず自分は生き残ったそれがうれしかったっていうふうに言われてましてその感覚が今でも続いてるそんな90歳だと言ってましたね。あー生き延びたって言ってましたねだからこの数年間の感染症騒動が起きた時もあのまさかね感染症は来たかもしんないけどもあの空襲の怖さ徴兵の赤髪の怖さ以上のものはないっていうふうに言ってましたね。 これからどんなことが起きるんでしょうねそれじゃあ